ホスターシティは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンマテオ郡、サンフランシスコベイエリアに位置する計画都市である。T. ジャック・ホスターによって、計画、建設されたのが、市名の由来である。メトロセンター、ホスターシティで最大の小売、オフィス総合ビルホスターシティは、北緯37度33分5秒、西経122度15分59秒に位置している。ホスターシティは、比較的最近の計画都市で、なおかつ湾岸を埋め立てて、ラグーンを造成し、広大な公園を配置するなどしたことから、オラクルなど、サンマテオ郡南部から、シリコンバレー北部にかけて所在する、IT 企業の従業員や日系企業の駐在員が在住する、ベイエリアの高級住宅街となっている。また、産業面でも、ソニーコンピュータエンタテインメントのアメリカ法人や、タミフルを開発したギリアドサイエンシズなどが所在している。2010年の国勢調査によると人口35,567人となっている。また人口密度は 1,540.6 平方キロメートル、都市の人種構造は 45.5% の白人、1.9% のアフリカ系アメリカ人、0.1% のネイティブアメリカン、45.0% のアジア人、0.6% の太平洋島民、その他が 1.9% で、根血が 5.0% である。また、人口の 6.5% は、ヒスパニック、またはラテンアメリカ系でもある。カリフォルニア州道92号線が市内北部を横断していて、その東側はサンマテオブリッジとなり、サンフランシスコ湾を越えて、イーストベイのヘイワードに接続する。また、隣接するサンマテオ市からカルトレインを利用することができる。ありがとうございます。